はい、皆さんどうも、ピーマンでございます。今回対決サクサクセス実況2回目になります。今回対決する選手は現在メジャーリーグで日本人ナンバーワン投手といっても過言ではないですね、岩隈出てこいや。ってなわけで岩隈と対決していきたいと思います。岩隈を超えるような選手を今回作ってね、オートペナントで回してみたいと思いますので。ちなみにパプロ2014でもこの岩隈はね、海外移籍選手として公式登録されているので、その岩隈と共にオートペナントで回してみたいと思います。何をもって岩隈を超えたのかはピーマンが成績を見比べ判断していきます。ひいき目はなしね、ひいき目はなしでやっていくのでね、ひいき目ありで見たら俺岩隈ファンだからさ、岩隈の方ひいきしちゃうからね、自分が作った選手よりも。なので皆平等に、人間皆平等に見ていきましょう。じゃあ始めていきましょうか、レッツゴー。 OK、 今回作る選手は対決サクセス2でいいでしょう。音声設定はなし、利き腕設定はね、岩隈同様右投げ右打ち、守備者投手、フォーム設定はスリークウォーターの18番でいいかな、18番あたり。球団設定は岩隈がいたこの楽天に入れたいと思います。持ち込みアイテムは天才カードなどがないので、岩隈といえばあの制球力なのでね、こちらも制球力に特化した化け物を作っていこう。コントロール強化、そして球速カード、この2枚でいいでしょうかね。この2枚で化け物を作る。レッツサクサクセス。ステージ11やってまいりました。お、初期能力変化球が2つ。何？変化量に何ついてんの？スライダー、非常にいいじゃないか。ここから化け物を作ろう。さて、ステージ1では選手がいないね。ガンダー1匹のみか。オーケーオーケー、わかりました。ガンダーこっちに来るんだ。わーお、宝箱、マジで？オーマイガー、オーマイガー、なか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 、オーマイガー。よっしゃ、あー、まずい、全部スタミナになっちゃった。全部スタミナになっちゃった。まあいいか。オッケーオッケー、全部踏んでいこう、全部踏んでいこう。無地パネルが、おー、過激出した、いいね。あー、ノーノーノー、シャッフルマスだ。ダメだ、宝箱踏んでいかないと。宝箱、おー、下に来たね、いいね。よっしゃ、宝箱何？おー、急速超人で、わー、私は強くなる。あ、待って、ガンダーどこに行く？バカ犬ガンダーどこに行く？こっち来い。よし、いいね。来てくれた。さすがガンダーと言っとこうか。プロ入りカードありがとう。ガンダーとかいうもう神様。神犬だね。神犬だよ。オーケー、体力回復。どうしようかな。体力余ってるんで、こちら踏んでいきましょう。やる気アップ。オーケー、これでオッケーね。いいね。ステージ1からいいこと尽くしじゃないか。めちゃくちゃテンション高いよ。もう岩隈超えちゃうからね、みんな。よろしく。よろしくですよ。よろちくびですよ。行こう。あー、ダメ、赤マス2個踏んでいかないとダメだね。変化球マスもあるからそっち行こう。あー、体力減少、死ねえバカ野郎、死ねえ、俺なんて死ねばいいと思うよ。綾波、俺なんて死ねばいいと思う。うわーお、マジで2回連続体力減少やめてくれ。わーお、いじめだねこれ、完全にいじめだね。持ってたカード、コントロール強化カード落とした、いじめだねこれ。さっきからなかなかのいじめが続くね。完全いじめですよね。俺、教育委員会走るからね。遠慮なく言っちゃうから。ちょっとね、反則な気がするな。やらしいな。大人のやらしさを感じたね。ちょっと待ってくれ。なぜにこんなにマイナスマスを踏まないとダメだし、体力が減るんだ。ふざけないでくれよ、オタク。とりあえず、シャッフルマス踏みましょう。宝箱。おー、いいね。宝箱はこっちに出た。選手動くな。よし、コントロール強化カード。よし、いいぞ。こっち来い。し、塩見。急速か、特殊能力をくれ、バカ野郎。少し刺してくれ。よっしゃ。あ、スタミナが少なすぎるね。スタミナを上げていかないと。よし、変化球アップ。何ついた？おー、スラーブ進化ついたね。これはなかなか強いんじゃなかろうか。うん。戦士かも。よし、誰だ？ファルケンボーグ。名前がかっこいい。特殊能力。脱三振。これはありがたいぞ。これはかなりありがたい能力。よし、体力回復。素晴らしい。褒めるとこしかない。よし、ステージ4に行こう。ちょっとスタミナが少ないので先発ができなさそうだな。これからスタミナを上げていかないと。よっしゃあ、スタミナマス。うわ、そんなねえな。そんなないね。とりあえずスタミナ最低限 C はないとスタミナでき、あ、先発できないからね。よっしゃ、体力が回復。よし、体力回復。いいね。ほい。あー、ちょっとマイナスマス踏むのは痛いが。まあいいでしょう。踏まないと先に進めないんだ。カレンが来た。あー、持ってたカード。急速強化カード、バカ野郎。バカ野郎、なかなかバカ野郎。よし、スタミナがついたね。わお、コントロールもしょべ。野球マン3号、どこに来た？野球マン3号、前にいる。野球マン3号、野球マン3号、野球マン。よしよしよし、危ねえ。ひじりちゃん、やめて。B
びっくりしたわ。何するつもりだったの。そんな逃げる必要ないでしょ。ちょくちょくめちゃくちゃ逃げるからね。俺を犯罪者だと勘違いしてるのかな。のりもとありがとう。これでスタミナかなりついたよ。よっしゃー、赤マスがコントロール、青マスになったね。よしよしよし、コントロールアップ、いいね。あ、変化球マスある。イエス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 、わお。うーん、だから体力がないからね、もうこれくらいにしとこうか。よし、これくらいでいいでしょ。戻ろう戻ろう。ステージ5でとどめを刺そうよ。プロ入りカード持ってるからね、みんなよろしく。いいぞ。ちょっと不穏な空気漂ったけど、まだまだ強くなれそうだね。なれそうだよ。若干噛んだ申し訳ない。さて、最終ステージだ。頑張って作っていこう。わあ、大丈夫、博士がいる。プロ入りカードは持ってるからね、もうゴール目指す必要性はないですから。まずは宝箱、まずは宝箱。あ、カレンも来た、マジで。ブス来んじゃねえよ、ふざけんな。わあ、変化球が減った、マジかよ。制球、あ、いいね、制球力アップ。あ、だが体力がない。おにぎりマスはあっちか。ちょっと待てよ、シャッフルマス踏みに行こうか。頼む、近くおにぎり来い、おにぎり。あ、宝箱あるな。あ、おにぎり近くあるね。よし、えいーで、えいー、体力8アップ、素晴らしい。人生って素晴らしい。選手も近くいる。振動か、振動。あー、肩力超人伝、そんなのいらねえ。よし、振動来てくれた、ありがとう。技術、イエーイ、全体的に能力上げてくれたね、ありがとう。振動ありがとう。あー、でももうダメだ、もうダメだ。いやー、これが最後になるね。いや、でも結構強い。いやだ、まあダメだな。変化球が、変化球がしょぼすぎるな。まあ、とりあえずこれで終わりですね。まあ、球速151、コントロール A、スタミナ B ですからね。特殊能力奪三振のみですが、岩熊を超えるには結構いけるんじゃないかな。変化球の少なさ、量の変化量の少なさがちょっと痛すぎるけどね。登板タイプは先発でいいでしょう。能力の方を確認していきましょう。球速は151キロ、コントロール A の84、スタミナ B の73、特殊能力は奪三振のみ。変化球はスライダー変化量2、スラーブ1、シンカー2となってますね。やはり何度も言いますが、この変化量のなさというのが痛いですが、痛いですが、痛いですが、この選手をオートペナントで回していきましょう。ちなみにパープロ2014で登録されている岩熊の能力はこんな感じですね。すごいね。素晴らしすぎる能力だよ。スプリットの変化量もやばいし、この岩熊を超えることはできるかかなり難しいと思うが、頑張っていきましょう。じゃあね、今からオートペナントで回していきます。先ほど作った対決サクセス2はですね、ロッテの一番投手として2014年を回してみます。そして、パープロ2014で登録されている先ほど紹介した岩熊はですね、楽天の一番手投手としてオートペナントをお互いに回してみます。まあ、どちらかの成績を見比べて、ピーマンがどっちが上なのか判断をしていくので、その辺よろしく。起用法にはどちらともスタミナ限界までという起用法を使ってますので。じゃあ、2014年シーズン開幕だ。岩熊を超えろ！2014年シーズンが終了いたしました。対決サクセスが率いるロッテは、今季リーグ6位ドベですね。1位と 51.5 ゲーム差。暗黒だ、暗黒そのものです。もうファンは4月の時点で、あ、今年もドベだなっていうのも大抵察し付いてるよね。このゲーム差なら、あ、もう今年もドベだみたいな。はい、リーグ1位はオリックスですね。そして岩熊が率いる楽天は今季リーグ3位ですか。はぁ、あ、はぁ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 、どん、岩熊を超えることはできたのかな。とりあえずまずは岩熊の成績から見ていきましょうか。岩熊どんな成績だ、見せてくれ。うわーお、かなりハードル高えぞこれ。高えどころじゃねえよ。リーグナンバーワン投手 MVP 選手レベルだよね。というか MVP ですよ、もうこれ。見ていきましょう。岩熊の今季の成績は防御率は 1.80。投球回は220回の勝率は220回。勝率は7割1分4厘で15勝6敗。登板は28で完封が3、完投が12。やべえ。うわ、則本18。アウチ、則本も結構やべえな。奪三振は206個の三振率 8.43、ファーボールは39個で、基本塁打が5、被安打は173で、失点が48、自責が44で、ウィップが 0.96。化け物ですね。やはり岩熊、日本人、メジャーリーグナンバーワン投手だけありますね、日本人限定。素晴らしすぎる。ただ、この岩熊を超えるのはかなり難しい話だが、俺が作った選手は多分超えてくれると思うんでね、素質はあると思う。
暗黒のエースではありますが、お前の実力を見せてくれ。行こう。どうだ。わーおおお負けです。岩隈さんすごすぎます。負けです。もう無理です。やめてください。いじめるのやめて。わーお何このもう暗黒チーム見なくていいでしょう。もう結果わかってるでしょう。はい、見ていきましょう。対決サクサクセスの成績をご覧ください。防御率は 5.07、 この時点で負け決定です。投球回は145回3分の2。起用法にはどちらともスタミナ限界までという起用法を使いましたが、この投球回の差ひどすぎますね。勝率は3割3分3、5割を切る。いわーお、ナルセナルセ、もうナルセ絶対これヤクルト行くわな。そら、いや、お前の成績自体も悪いけど、1勝16敗、勝率、使ってやんだわ。もうメンタルボロボロだろ、ロッテの先発陣。これ見てよ、ひどすぎるね。ロッテの先発陣、うわ。枠井も5勝16敗。俺出たい。勝率は7勝14敗ですね。登板は26試合に登板して、完封が0、完投が1、奪三振は122で、三振率は 7.54、フォアボールは48個、被本塁打が18、被安打が173で、暴投0、失点が86、失点が82、ウィップは 1.52 となりました。岩隈は102失点。いや、岩隈じゃない、成瀬ね。ひどすぎますよ。何ですかこれ。何ですかこれ。暗黒も暗黒でしょう。超暗黒じゃないですか。ブラックホールじゃないですかこれ。やばいね。やばすぎるよ。こんなチームいたかねえよ。こっちの気分、鬱になるわ、こんなとこいたら。いや、わからないよ。もしかしたらなんか下手したタイトル取れててさ、それでまた差を埋めれるかもしれないからね。いや、ないけどね。あるわけないんだけど。あるわけないんだけど。もしかしたらあるかもしれない。どうだろう。はい、まず今期のタイトルベスト9は金子千尋、藤浪ですね。ピッチャー部門こんな感じ。ゴールデングラブは、あー、岩隈が取りましたね。はい、パリーグランキングでは、うわ、またこれ金子千尋無双か。はい、来ましたね、金子千尋無双。もう金子千尋化け物すぎる。マートンも、マートン、マートンがどえらいことやってるんですけど、皆さん見て、あれやばいね。打撃部門全部で5冠か。盗塁を取ったら6冠。やばいことやらかしてる。シーズン MVP も取ってるし、マートンマートン、岩隈もすごいけどマートンも化け物だな。取り打撃3冠王&2冠か5冠、全部で5冠ね。すごすぎるね。ちょっとマートンの成績見ていこうかな。ちょっと気になった野手ランキングで、マートン3割7分9厘、本塁打46本、打点147打点。はあ、出塁 OPS もすごすぎるね。パリーグは、あー、銀次打率高え。おーほーほーほー、まあ、こんな感じだよね。はい、今回ね、岩隈を超えるべく、ちょっと頑張ってみた結果、残念ながら、残念ですけど、岩隈を超えることはできなかったね。いやー、悔しい。悔しいというか、もう見たからに無理でしょ、これ。いやいや、またリベンジさせてください。またね、岩隈を超えるような化け物、今度こそ作りたいと思います。ロッテに入れたのが失敗でした。ロッテはダメ。ロッテはもう入れちゃダメなとこだからね。次回は超えれるような、そんな選手を作っていきますのでね。だって見てよ。ロッテの石川、この防御率で3勝しかしてないからね。おかしいでしょ。ね。こう3点台で3勝だからね。かわいそうもかわいそう。援護どんだけないんだよっていうね。これちょっと待って、最後にさ、ロッテの野手ランキング見ていこうよ。どうなってんの？いや、え？あ、違う、これソフトバンクだ。わーお、チーム首位打者2割7分1厘で鈴木。わー、暗黒だ。助けてくれ。暗黒そのものじゃないか、なんだこれ。OPS は？ 7 割1人しかいない。全部あと6割。出塁率、わーお、チームトップが3割4分3厘。今やってる俺の弱小ピーマンズの1年目の成績よりもひどいかもしれないね。あのチームは2軍で集めた選手でやってるから、その2軍で集めた選手たちよりもひどい成績。もう、絶望だ。闇だ。暗黒だ。ひどすぎますね。次回また、作っていきますので、岩隈を超える選手ね、作っていきますので、もしよかったらまた次回見てくださると嬉しいです。じゃあ今回はこれにて終わり。バイバーイ。